ちはあるけどね。さて、前回の続きということにしたいと思いますけれども、最初の方で少しだけおさらいをしておきましょう。始祖天皇、民衆史を超えて、一応ね、民衆史を超えてっていうところに一つのポイントがあると、いうふうに思いながら、聞いてもらえればいいですけれども、さて、少なくとも、前回見た限りで言えば、純文学者にとっての自然っていうのは非常に 大事な概念だった。近代において自然科学ということが非常に大きな価値を持つようになったとしてもですね、まだまだ自然というのは文学者の概念でもあって、もちろん自然という言葉はずっと昔から前近代からある概念で、文学的な概念だったわけですけれども、まあ、その延長上で、考えると、かえって分かりやすくなるかなというふうなところもありますけれども、まあ、いずれにしても純文学者にとって自然というのは非常に大事な概念だった。思い返せば、あの自然主義文学ということがあって、そして同時にそれが社会主義の運動にもつながり、大逆事件にまで、最終的にはつながっていたと、いうことがありました。いずれそういう形で考えていくと、自然と文学というのは非常に深い関わりがあって、そのことを、戦時中の、まあ、戦争イデオローグと言われた、ね、二大戦争イデオローグと言われた、若者たちに絶大な影響を与えた2人、すなわち安田与十郎と小林秀夫にとってもやっぱり自然という概念は非常に重要なもので、ね、特に純文学者、国家というものに依存しない生き方をしている彼らにとって、国家すなわち堤防とは低いものではなければならず、自然と共に生きる、そういう生き方を選んでいたわけですね。つまり死や孤独、そして戦いを恐れない、まあ、そういった勇気とともに生きる、まあ、そういう生き方を選んでいた人たちです。僕たちはね、なかなかそれができない。やっぱり高い堤防の方が安心できると思いますし、それが、ひいては、ね、ものすごい軍事力で守られたいという意識になって、そして、今では戦争というものが肥大化に次ぐ肥大化ということで、まあ、どこかで、必ず地球上のどこかで必ず戦争しているという状況は、全然変わっていない。しかもその戦争というのはですね、ものすごい破壊力を持った一発の爆弾でものすごい数の人間が、しかも民衆が死んでしまうという、まあ、そういう状況になっているわけですね。かつての戦争のように戦争に行った人たちだけが死ぬということではなくなって、もういろんな形で僕たちはそこに巻き込まれてしまうと、そういう状況になっています。まあ、少しの勇気があれば、もしかしたら世の中は変わるのかもしれませんが、やっぱり僕たちは、臆病な生き物で、ですので何かに守られていようとする、まあ、そういう習性が非常に強い、生き物なんだろうというふうに思います。まあ、その結果として今日が、この状況があるとすれば、やはり少しの勇気があれば、最初に、支払うちょっとの勇気があれば、後々ずっとね、その勇気の、代償として、つまり安心の代償として、かかるコストというものをね、だいぶ下げられるんだろうと思うんですが、今ね、今日日本社会が一番苦しんでいるのは社会保障ですね。病気が怖いと、そのことがあって医療保険というのがどん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 、国家の重荷になっているわけですね。国家としてはあまりにも重たい、保障、ですね、ですので、というのは無限に、僕たちの不安というのは襲いかかります。絶対死ぬわけですが、その絶対訪れる死に怯えて生きるというのが僕たちです。これはある意味では再現がありませんので、保険料というのはどん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 上がっていくと、病気もどん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 新しい種類が増えていって、それにますます怯えなきゃいけないという、まあ、そういう状況になっているわけです。まあ、その中でね、増税があるといえば、僕たちはそれをずっと飲み込んできたわけです。消費税というのは社会保障に使いますよと言われて、それで僕たちはずっとそれを飲み込んで、ここまで来たわけですね。それくらい僕たちはやっぱり、重税より何より死ぬのが怖いわけです。まあ、そうやって生きて、来ているわけで、コストが、ね、どん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 上がっているという、そういう状況ですね。ちょっとの勇気がね、あれば、ということなんですが、なかなか難しいということですが、こうして戦争が肥大化して、その、まあ、いわゆる世界大戦というところに至っているわけです。その中で安田や小林が出てきて、彼らは自然について語るわけですが、安田にとって自然とは言霊でした。すなわち一つの理想や憧れであって、それは具体的には神と人間が一緒に住まいした同殿共生ですね、
崇神天皇以前の世界、崇神天皇から神様を自分の家から移したわけですね。つまり伊勢神宮に移したわけです。それ以前はですね、神と人間が一緒に住んでいて、という状況があったんですが、それを理想として、憧れとして、まあ、そういったものとして自然というのがありますよと。神と人間が一緒に住まいする、それは神というのはある意味では自然ですので、その自然というものを僕たちは憧れの中で捉えている、まあ、そういうイメージですね。安田は、こういった理想、憧れとしての自然を語ることで、敗北する日本のために死ぬ若者にせめて意味を与えようと、そういうふうにしたわけです。無駄死に、犬死にという言葉がありますが、そうではない。負けて、破れ去る戦いであっても、その死に何がしかの意味があるんだと。どうしようもない、状況の中でですね、安田に、まあ、一縷の、望みですね、死後の望みというべきか、そういったものを託したと言ってもいいでしょう。まあ、それに対して小林というのは、小林医療というのはもう少し、ちょっと独特というか、同じ、戦争医療ローグにされちゃうんですけれども、やっぱりちょっと違います。小林にとって自然というのはナオビの御霊なんですね。そのまま現実です。現実のことです。だから言葉もこのナオビの御霊を受け継いで、まさにその現実の中で語られている、そういう言葉なんですけれども、民衆が黙って事変に処すという言い方もですね、沈黙もまた一つの言葉として、小林は受け取っています。言葉を話すこと、そして黙っていること、いずれも自然ですね、僕たちにとっては。最近僕が気になっているのは、僕たちの鳴き声を他の動物はどういうふうに感じているのかなということですね。犬はワンワン、猫はニャーニャーと僕たちは勝手に思っています。犬や猫はもっといろんなことを喋っているのかもしれませんが、適当にそういう言葉で象徴させるわけですが、これは別に冗談なんで、大して真面目に聞く必要はないですが、動物は僕たちの声を、人間っていつもこうやって泣いてるよねっていうふうに、思ってるんじゃないかと、そういうふうに、ふと思いましたけども、なんだろうね、わははっていう笑い声が、犬猫からすると気になるかなと。何かゴニョゴニョ喋るけれども、なんか最後にはわははっていう生き物だと、いうふうに思われているかもしれませんが、まあ、それは犬猫にね、聞いてみないとわからないことですけれども、僕たち人間はですね、まあ、犬や猫が、ね、ニャーニャー、ワンワンと、喋っているように僕たちは喋っているわけで、黙っている時だって自然の中にいれば、言葉を話す時だって自然の中にいる、そういうふうに小林秀夫は考えている。つまり小林秀夫にとって、国家というのは、所詮はイデオロギーに過ぎない、現実には人間がいるわけです。その人間に、彼は、人間とに寄り添おうとしているというふうに言ってもいいでしょう。たとえ日本が敗北しようが何しようが、日本人は死なないんだと、民族が絶滅するなんてことはありえないと、もちろん表向き消え去ることはあるかもしれない、いろんな形で、混血が繰り返されていって、そしてその中で、ある一つの民族が形を失っていくということはもしかしたらあるかもしれないけれども、全員が抹殺されるなんてことはありえないと、たとえ日本が滅ぼうが何しようが、日本人は生きていく、そのことを小林秀夫は言っていると思っていいでしょう。その中で一つの問いがありました。天皇というのを一つの憧れ、あるいは、言霊と見るのか、僕たちの象徴と見るのか、まあ、それともナオビの御霊として僕たちの現実に、の中で一緒にいるのかということなんですけれども、言い換えれば天上の理想なのか、それとも地上の現実なのか、ということなんですけれども、まあ、なかなか難しい問いです。僕としては天上の理想ではないというふうに言いたいと思っています。天皇はやっぱりこの地上に僕たちと一緒にいる現実です。単なる象徴ではなく、やっぱり生身の人間です。その中で天皇を考えていくというのが、基本的な、スタンスだと、思います。学者が取るべきね。ただ、まあ、憧れとして扱われる、まあ、そういったこともあった、というのも事実でしょう。と言っても僕にとっては、その天上の理想を引きずり下ろすために、時々現れる存在、特殊な存在、それが天皇だと。つまり、この世界にいろんなイデオロギーが、追いかぶさっていく、それをひっくり返しに、訪れる、つまり青天の霹靂のように地上に降りてきて、あるいは地上から湧き上がってきて、そして、天をひっくり返して、そしてまた去っていく、まあ、そういう存在で、日本社会もどんどん閉塞してますから、そのうち、まあ、そうやって、天皇が、現れると、しかも地中からね、
メシアのように天井から現れるのではなくて、地上から現れてくると、そういうふうに見てもいいのかなというふうに思いますが、まあ、それはそれで、一つの未来予測ですので、歴史ではありません、これからどうなるかという話ですけれども、さてその小林秀雄、民衆の死、民衆は死なないんだというふうに言いましたが、それはどういうことかなんですね。ここで少しだけ、自然科学の話をしておきましょう。僕たちは一応有性生殖をする、まあ、ありていに言えば恋をする、まあ、そういう生き物ですね。有性生殖をする、生き物というのは、一つの、特徴があります。それは個体が生じるということです。個体が発生するということです。バクテリアは有性生殖ではなくて分裂で増えていきますが、その際にずっと同じものを、同じ遺伝子をずっと見続けるわけですね。ですので、バクテリアを一つの個体というのは非常に難しい、一つ一つをね、全部同じ遺伝子ですので、その意味で言うと全く同じものです。そして個体がないということは何を意味しているかというと死なないということです。バクテリアはずっと栄養が足りてさえいれば、自分と同じ遺伝子を生み続けることができます。ですので、死なないわけです。不死です。逆に僕たち有性生殖は、生殖細胞は生き残っていきますが、他のパートナーと、一体化して生き残っていきますけれども、半分ずつね、で生き残っていきますが、体細胞は死んでしまいます。どれほど栄養が足りていようが何しようが僕たちは必ず死にます。それが僕たちです。例外はありません。死にます。しかし死ぬというのは要するに有性生殖をするということが、可能にした一つの能力だと、そういうふうに考えてください。つまり何が生まれているか、個体が生まれているということですけれども、人文学的に言えば何を意味しているか、かけがえのなさです。皆さん一人一人がかけがえがないんだと、決して変わりはいないんだという、そのことです。それを、科学的には個体という、文学的にはかけがえのなさという、そういうことなんですけれども、民衆が死なないというのはどういうことかなんですけれども、少し立ち止まって考えてみないといけないんですが、僕は安田より小林の方が少し、いいと思っていますが、小林よりこの今から扱う折口の方がまだ先に行っていると思っています。若者は死ぬと、そこに意味を求めようとした、それが安田であったと、いうことなんですけれども、折口はこういう歌を歌っています。これは昭和18年、まだ戦争の最中ですね。もちろん戦争の最中なんですけれども、その中でこういう歌を歌っている、国学者、国学院大学の、教授として、学生を送り出さなきゃいけないわけですね。その時に歌った歌なんですけれども、彼はこう言います。国学の学徒の戦、戦いに今しいで立つ。国学の学徒は若く、潔き心誇りに、白き方知識に照り、清きまみ学に輝く。難事が地たり、戦に立たば学問はここに廃れる。今知らの、地たりの一人、一人だに生きてしあらば国学はやがて起こらん。これを聞いた、若者たちはすすり泣いたと言います。大人たちは国のために死んでこいとしか言わないと、ただ一人折口だけが生きて帰ってきてくれと、生きて帰ってこないと国学が、なくなってしまいますからっていうふうに言ったんですね。その時に若者は、いやもちろん、僕たちは国のために死ぬということを承知していると、だけどもそれを上塗りするように大人たちは国のために死ねとしか言わないと、そこで折口が、いや生きて帰ってきてくださいと、いうふうに言った、その言葉に若者たちはすすり泣いたというふうに言われています。どうして折口はこれが言えたのかということです。単に、センチメンタリズムに流れずに、このなぜ彼はそういうことが言えたのかということを考えてみましょう。歴史の中で、日本社会の中でただ一人折口だけが、生きて帰ってこいと、そういうふうに言えたわけです、公にね。もちろん、親子であれば、私的にはそういうことがあっただろうけれども、彼は公的な場で、この歌を歌って生きて帰ってこいって言ったんですね。それは一体どういうことか、なぜそれが可能だったのかということなんですけれども、さて折口によれば、古代人というのはこういう存在でした。生きているのか死んでいるのかはっきりわからなかった、人が死んでも、
死んだのかな、生きてるのかなと思いながら、そういうふうに死体を見つめる、そういう、社会でした。まあ実際、ね、どこの線で生死を区切るかというのは難しい問題で、僕たちはお医者さんに委ねて、まあとりあえず心電図というか、脈があれば、生きていると、なければ死んでいるということにしていますが、しかしもちろんそこから復活した例がないわけでもなく、脈がなくても、いろんな形で蘇生することはあり、そういうことが古代にももちろんあっただろうと、とすると、本当のところは脈があるかないかというのは本当の基準ではなくて、実はもっともっと難しい問題、どこで死と生の線が引けるのかというのは実は非常に難しい問題なんですね。それは現代においてもそうです。単に僕たちは社会的にそう決めてるだけです。なんですが、そのことを言っているだけなんですけれども、実は生きているにもかかわらずお葬式をやってしまうと、いうことを避けるために、古代には殯という機関がありました。それで死を確定させるという儀式をやるわけですね。随所和国伝、東夷伝によるとですね、鬼人は3年殯し、まあ、腐っていきますね。恐るべき長さですが、そして諸人は火を牧してうずむと、民衆は、まあ適当な火に埋めちゃうというふうに書いています。つまりどういうことか。貴族は死を確定させるまで時間を取るということですが、逆に言うとちゃんと死ねるということです。貴族は死ぬ能力を持つんですね。それに対して庶民は死んだかどうかわからないとき、ままに、埋められるということを意味しています。つまり民衆はまだ生きているかもしれないんですね。つまり死ぬ能力を持っていないんです。社会的にね。というふうに考えてみましょう。これは一つの、発想の転換です。民衆は死ぬ能力を持たない。小林秀夫が言っていたのは、民衆は死ぬ能力を持たないということに過ぎない。そういうふうに見てもいいわけです。逆に言えば、いくら若者が死のうが、また産めば復活すると。民衆は不死であると。バクテリアのようにいつまでも、民衆は民衆のまま、ということになります。それに対して貴人だけが恋をし、そしてつまり後継ぎがいることが非常に重要で、特定の後継ぎがいることが重要で、こうして死と生を繰り返しながら貴人の、血というものは保たれていく、そういうふうになっているということです。ここでエルンスト・カントロービチという人が王の2つの身体という本を書いています。これはまあ非常に日本でも流行ったんですが、僕はこれは間違っていると思います。何を言っているかというと、王は、普通の人間と同じように死ぬ身体と同時に不死の身体も持っているんだと、王は不滅なのだと、そういう考え方があったんだというんですが、僕はそれはおかしいと思います。というのは王の葬儀というのは、盛大になされるわけです。つまりむしろ死は誇示されるわけです。ピラミッドを建てたり前方後円墳があったり、そしてある意味では、ルイ何世とかいう形でですね、世代を重ねることに意味を、持たせていて、日本でも同じように、天皇というのは、一系であることを誇示してはいても不死であることはなってないわけです。むしろ死の数を数えることができる。それが、むしろ王者の、得意な身体というべきです。つまり逆です。つまり王だけが社会的に死ねるわけですね。民衆は逆にバクテリアのように死ねないわけです。つまり恋をして、特定の個体を産むというよりも社会的に言えば単にバクテリアのように増殖しているだけです。ですので誰が死のうとまた産めば復活すると、そういう不死の存在というように過ぎないわけです。つまりかけがえのなさというのは、僕たち一人一人のかけがえのなさというのは死に宿っているということになります。有性生殖をし、つまり恋をし、そしてその中で個体を産む、その死と生を繰り返す、あるいは恋を繰り返す中で僕たちの、体はなくなってしまう。そのことがしかしまさにかけがえのなさと、死んではいけないという思いを僕たちは胸に秘めながら、そこに寂しさを秘めながらしかし死んでいく。そこにその寂しさにこそ、その人がいないという寂しさにこそ僕たちはかけがえのなさを感じているわけですね。折口が言っているのはおそらくそれだと。つまり民衆だって、民衆は確かに不死かもしれないと。だけども若者は一人一人かけがえのない
命なんだと、死ぬんだと、だから死んではいけないんだと、そういうふうに言えたという理屈になるんだというふうに僕には思います。安田から小林、そして小林から折口へ、もう一歩進んだわけですね。しかしこれこそがある意味では本当の民主主義じゃないかと。民衆を超えていること、皆さんは決して民衆じゃない、一人一人です。その意味で民衆の世界を超えてて一人で立ち上がって生きていくこと、その時に皆さんの生というものがかけがえのないものになり、もちろん死んでいくんですが、しかしその死を寂しいと思う、人たちが、いっぱいいるということになるわけですね。太平洋戦争というのはその意味で若者がかけがえのなさを獲得していく、そういう時代だというふうに思います。つまり社会的に言えば若い人が死んだらまた、次が生まれると、そういう社会の中で生きてきて、だから、自分たちの死でもって、国家が生き残ればそれで種は維持されると、そういうふうに思っているわけですね。物理学、生命的にはそうかもしれませんが、生物学的にはそうかもしれませんが、そうではない。やっぱり若者の一人一人がかけがえがないわけですね。どうして折口にそれが言えるのか、あるいは折口のその観点があるからこそ、折口の悲しみは深かったと、言わねばなりません。というのは彼の恋人ですね、養子にしますが、藤井晴美という、その養子が戦争に取られて、そして硫黄島で硫黄島で死ぬと、いうことになるわけですね。もう本当に見ていられないぐらい折口は動揺してます、自分の恋人がね死んでしまったわけですから。神ここに敗れたまいぬ、静かなる青垣、山もよるところなき、国人の思いし神は大空を行く飛行機と大口がわず、チームすき人に迎えてはねずい、敗れても神はなお祭るべき。日本の神は、なんか飛行機と同じようなもので、全然、僕たちを救ってくれなかった、でもそれでも神をやっぱり祀らないといけないと、そういう歌です。神が負けちゃったわけですね、ヨーロッパの神に日本の神は負けちゃったと、その中でまあ、ね、まあ、帰ってきてないんですけれども、まあ、これが遺髪なのかしらという形で、まあ、帰ってくるんですが、ね、本当にガダルカナルというのは全滅ですので、あ、じゃない、硫黄島というのは全滅ですので、ね、それが本当に、自分の、ね、養子にした息子のものなのか、どうかということですけれども、ある意味では、ね、石原莞爾が、飛行機がずんずんぐるぐる回ると、大地がいかに破壊されようと、それを気にせず飛び続けたものが勝者だと言っていた、ね、軍人たちにを批判している、そういう歌なんですけれども、いや地上の破壊を見てくれよと、空を飛んでりゃいいっていうんじゃないと、いうことが言いたいんですけれども、死というのは決してそんな美しいものじゃないとも言っています。神ここに敗れたまい、佐野も、大国主も青垣のうちの身庭の、見合い出てさすらいたまぐくそ、たぐり、埋まり流れて、宇治、ハエの高り村立つ。ひた土に人は、ひた土に人は恋伏し、青人草、すべて色なし。醜いものだと。彼にとって神というのは、決してアマテラスではなくて、むしろ、ね、スサノオとか、つまり神の、宮殿を追われて、地上をさまよう、ね、スサノオであったり、あるいは地獄のね、神様やってる、まあ、どっちも地獄の神様、黄泉の神様ですけれども、大国主だったりするわけですね。つまり大地にいるんだと、というわけで戦後は、天皇と系図のつながる神であるアマテラス、的な、つまり高いは天にあるという考え方を批判するようになります。国家以前の日本人の生活はですね、天ではなくてやっぱり大地あるいは海だったはずだというわけで、決して高いが天にあるとは言えないんじゃないか、むしろ海だったんじゃないかと、佐野は海の神でもありますけれども、まあ、海だったんじゃないかと、いうことですね。それで日本人の民族、における高い観念というものを考えていくようになります。彼はこう言います、
日本人の場合、海を背景とする地域に長く住み、その後もまたある部分は海の生活を続けたのだから、海に高いがないとすることは我々の取ろうと思わぬ方法である。それと同時に海を離れて山野に住んだ時期の伝承ばかりを持つと思われる日本人だから、高間ヶ原高い説が正しいというのも、単に直感のみによ、にのみ寄ってない、いないだけに信じた。大気が深く動くが、これとて日本国家以前、日本来住以前の我らの祖先の生活を思うと簡単にべなうことはできない。つまりちょっと 言いづらそうにしてますが、というのは師匠の柳田国は山だと天だと、いうふうに言っているからなんですね、でも僕は違うと思うと、いうふうに言うわけです。柳田の意見を、言っておきましょう。私がこの本の中で力を入れて解きたいと思う一つの点は、日本人の死後の観念、すなわち霊は、永久にこの国土のうちに留まって、そう遠方へは行ってしまわないという信仰が、おそらくは世の初めから少なくとも今日まで、かなり根強くまだ持ち続けられているということである。死んでも死んでも同じ国土を離れず、しかも故郷の山の高みから長く子孫の制御を見守り、その繁栄と勤勉等を顧念しているものと考え出したことは、いつの世の文化の所産であるかは知らず、限りもなく懐かしいことであると。いうわけで山にいるという観点を、師匠が取っているものですから、ちょっと言いづらそうにしているんですが、僕は違うと思うと。海に行く、つまり遠くへ行ってしまうと彼は言っているわけですね。どういうことかちょっと考えてみましょう。もう一回発想の転換をしてください。折口は未精霊という、概念を持ち出しています。若くして死んでしまった霊のことです。もちろん折口が念頭に置いているのは自分の恋人、養子にした晴海のことですが、沖縄の神道では33年にして神を生ずといって、死人はこれだけの年月が経つと神化するものと見ていた。年月に移動はあっても、日本近代の民族ではやはり亡者をいつまでも中遊に迷っていなければならぬものとしていたわけではない。宗家の手に管理を委ねた亡霊の中、実は年季すでに経ったものすら永久という長い時にわたって成仏の時の至り難いものがあった。それをつい失念して、一度死んだ人間は常しえに仏の栄光に預かり、仏性を得ることができぬもののように考えてしまったものである。これは実は供養に、開放に霊を尽くす情熱が、そんな風にいつまでたっても良き自尊の心に甘え、それを出して独立の光明世界に生じようとせぬ亡霊ばかりという風に思い違いをさせたのである。これは我々民族の持つ上なる循環性と、僧侶たちの仏教がいつまでも儀礼を脱却することに努めなかったためでもある。これちょっと文章難しいですね。折口の文章難しいんですが、まあ、こういうのを読むというのが、近代の文献を読むということになってきますけれども、何を言っているかというとですね、要するに本来だったら成仏した神になったわけです。ですが僕たちはいつまでたってもお墓参りに行かないといけない、ずっと中遊をさまよっていることになっちゃったわけです。いつまでたってもお墓があるという、まあ、そういうこの国土の中にとどまり続けるということになってしまったんですが、これは江戸時代だと、こんなことになっちゃったのは江戸時代だと、いうことが言いたいわけです。事実別に天皇家は前方後円墳をずっと大事にしてたわけではありません。もうなんか普通の山になってたわけです。そこはお城になったり、お茶会の場になったり、神霊を伐採したりというような場所になっていてですね、もう鎌倉時代には誰の墓がどこにあるかなんてことはもう分からなくなっていて、という状況です。つまり成仏したわけです。この世界からいなくなったわけです。そういうふうに考えてきたはずなんですが、何か江戸時代ぐらいから、ずっと残るようになってしまいました。これは誰々の墓だということを特定するようになり、というふうになっていくんですが、それはまあある意味では僧侶たちがずっと、それをやっていればお金儲けができるということももしかするとあったのかもしれませんが、まあ、それより日本人が、ずっと熱心に、お参りするということが逆に、神仏を成仏させないと、死者を成仏させないというそういうことにしちゃったんだろうと、いうふうに言っているわけです。戦後遠い海の果てに散った若者たちをいかに弔うかというのが重要な課題になっています。いわゆる靖国神社ですね。靖国というのは、靖国思想というのは基本的には国土にとどまり続けるという思想になっています。つまり死んだら五国の神になる、戦争で死んだ若者が五国の神になって日本を守り続けるという、そういう思想になっています。つまり若者は
日本を守るために戦って死んだ若者はまだ守らされていると、いうことになるわけですね。まあそれは、いいじゃないというのが柳田の意見なんですが、折口は違うわけです。もう解放してあげたいわけです、まだ守らされるのかと、それを考えているわけですね。若者の未熟な魂というのは、例としてこの国土に残りやすいのは事実です。どういうことか、僕たちは何を神と見、何を仏と見ているのか、つまり何を霊と見ているのかということなんですけれども、ここで発想を転換させなければいけないと言ったのは、つまり霊というのは僕たちの心残りのことなんです。生きている人たちの心残りがこの世界に霊を住まわせるわけです。つまり江戸時代に幽霊が流行る、幽霊譚が流行るというのは何を意味していたか、僕たち、本当に霊が残っているということではなくて、あそこは誰も、成仏させてあげてないと、いう心残りがあるわけですね。あのお家は全部流されてしまったと、一体誰が彼の死を面倒を見るのかと、かつては国家が面倒を見てくれた、いろんなこと、いろんなお祭りをしてくれた、祇園祭りもそうですね、かつては国がやっていたわけです。しかし江戸幕府というのはそれを全く見なくなったので、基本的には民間でやるということになっていきます。とするとやっぱり無縁仏というのがいっぱい生じます。災害があったりすると、あるいは飢饉があったりすると、家ごと流されるというような時に、その死者は一体どこに行くのかという問題が発生します。その心残りが、人に幽霊を見せるわけです。なぜ江戸時代に幽霊が入るかといえば、まさにその祭りをしていないからです。できない、祭ることのできない人たちが、いたからです。まあ、こうして祀ること自体が家の責任ということになりますから、その家が亡くなった、魂というのはどうなるのかという問題が発生してしまうんですが、同じように子供もそうです。僕たちは今でもそうですが、何歳で死んだかということを気にします。死の、一報を聞いた時に何歳って聞いて、あ、90代じゃあ大往生だねというふうに言います。それが、40だったり30だったり20だったり10代だったりすると、僕たちは、ああ、気の毒に、かわいそうにというふうに思います。その、この残された我々、この世に残された我々が、どうしても心残りを感じてしまう存在、それが若い人たちで、これを、この霊を未成霊というんだというふうに考えてください。賽の河原という信仰があります。子供は死ぬと、河原でですね、石を積み続けなきゃいけないと、ずっと地獄に渡れないという、そういう、地獄というかね、成仏できないという、まあ、そういう、ね、イメージがあるんですが、これ大体戦国時代です。室町時代に出てくるもので、これは仏教の、説話とかには全く関係ない日本独自のものです、ですけれども、未成霊の所在ということを折口は言っています。未成霊の所在はどこと考えたものか、これも明らかではないが、推察の論理だけはたどられそうである。若者、未成年である間に死んだ者は、先に述べた常在所、煉獄のようなところにいることになっているらしいが、近代では未婚者をもって若者、未成年者などの全てを表示するがゆえに、未婚の次女は賽の河原に集まり、石の塔を積むという。なぜ河原に葬られるのかということなんですけれども、これは逆縁ですね。本来であれば、子供がね、親の墓参りを行くということに、なって、村の墓地に普通に、年を取った人であれば村の墓地に、ね、埋葬されるわけですけれども、逆縁ですので、もう見てくれる人がいなくなりますので、そういう人はですね、村と村の境界に、埋葬されることになります。どっちでもないところ、つまり河原に、埋葬されるということになって、そこにずっといるという、まあ、そういう信仰が芽生えてくるわけです。成仏できない、そういう不浄の霊と、いうことになって邪霊になりますので、それは災いをもたらすということもあって、村の外でも別の村に埋めるわけにもいきませんので、その教会の場所、つまり川とかそういう場所ですね、そういうところに、埋葬葬られるということに、なっちゃうわけです。しかしもちろん親にとってはそれは心残りです。ね、僕
にとった、とってだって、自分たちより若い人たちが特攻隊に聞くというだけでもうなんか心に何か、こう残っちゃいますね、そういうことなんですけれどもね、うん、折口晴美は死んでしまいましたね。30いくつですね、30代後半です。そこで取られちゃったんですね、もう最後の最後の、戦いですね、硫黄島、最後の最後に取られちゃったんですね、まあ、結婚もさせずに、ずっと、自分のところで、失っていたわけですね、恋人です、要するに、折口は同性愛者ですので、ね、まあ、恋人なんですけれども、まあ、それが取られちゃったということで、まあ、彼は本当に動揺します。ね、継ぐ家がないということになりますので取られやすいわけですね、でまあ年齢は言っていたわけですがもうギリギリのところで戦っていますので取られちゃったわけです。で死んでしまったわけですね。我どちにかか、割もなき戦いを食い投げけども子はそこに死ぬ。戦いに果てにしこゆえ身にしみて今年の桜哀れ散りゆく。戦いに死にしわがこの果ての様すばらに思え唐木西郷。まあ本当に、すごい壮絶な、硫黄島は、戦いでしたので、まあ、それを、思っているわけですね。戦いに果てし我が子の悲しみに国滅ぶるをおおよそ見つ。愚痴もお前の民として我を嘆かしめよ。あまりに無ごく死にし我が子ぞ。憤おろしく我がいる時におどろしく雨は来たれ我が子の声か。まあ、本当に悲しんでるわけですね、もう恐ろしいぐらい、悲しんでるわけですが、まあ、その中で、まあ、つまり結婚もさせずに、自分の恋人として、養っていた、そしてまあ、ね、兵隊に取られるということが分かってから養子にしているんですけれども、ね、まあ、そういう歌です。念仏踊りがあります。先に、一番この授業の初めの方で応仁の乱について触れましたけれども、それから国家祭祀がなくなってしまいました。死者を面倒を見てくれる人がどこにもいなくなっちゃったわけですね。特に戦争で死ぬというのは若い人から死んでいくことになります。戦国時代も同じです。その中で、流行するのが念仏踊りです。僕たちはやっぱり、気にしています。川中島でたくさん若い人たちが死んだと、ちゃんと成仏できているかしらと、そういうふうに思い悩むわけですね。こうして念仏を踊って古戦場を、戦場を練り歩く人たちの集団が、現れます。それが念仏踊りなんですが、それが盆踊りになったり歌舞伎になったりしていくわけです。若くして死んでる、子孫もなく作ることもできず、恋もせずに若くして死んでいった人たちがいて、まあ、ですので、あの出雲の鵜国がなぜその性的な姿をとって踊りをするかというと、まあ、ある意味ではその若くして死んでしまった、男たちのために、まあ、文字通り一花脱いでいると、そういうことになっているわけですね。僕たちはもちろんそこに、おそらく性的な興奮も覚えているのでしょうが、それより何より本当に若い人たちを成仏させてくれるという思いも、込められた踊りだと、そういうふうに思ってみてください。念仏踊りは大体2通りあって、中には盆踊り化する道に立っているものがある。ただそれ、そのいずれが古いか新しいかではなく、念仏踊りの中にいろいろな姿で祖霊、未精霊、無縁霊の信仰が現れていることを知る。高山から練り出してくるのは祖先精霊が子孫の村に出現する形で高い神の来訪の印象をやはりはっきりと留めている。一方古戦場における念仏踊りは、念仏踊りそのものの意義から言えば無縁亡霊を象徴するところの集団舞踊だが、未精霊のため、舞踏だが未精霊のために行われる主練行だと言えることもない、なぜなら盆行事または、獅子踊りの中心となるものに2つあって、祭芸または神墓地という名で表している。神墓地は先達の指導を受ける御立の代表者で、未完成の青年の鍛錬せられる過程を示す。このように魂の完成は死者の上にのみ望まれたことではなく、聖者にも十分に行われていなければならぬことであった。生前における修練が死後に成果を発するものと考えられてくる。これは何を意味しているか、ちょっと難しい言い方をしてますが、まあ、要するに恋をせずに死んでしまった若者たちのことを思って、せめて子孫を残してから死ねよ、
いう、そういう意味合いをここに込めているわけです。だからみんな盆踊りの時に恋をしたわけですね。夏祭りといえば恋の、時間だったわけです。ね、今はねもうそんなことはなくて、なんか子供が、まあそんなことないね、ちょっと祇園祭り見てきましたが、いっぱい恋人たちが、手つないで歩いてましたし、あるいは、男の集団あるいは女性の集団というのがあって、まあなんとなくお互いの性を気にしながら歩いていると、まあそういう世界が、ありましたけれども、まあ、ものすごい人数でしたけどね、コロナなんかお構いなし、恋の方が重要というわけですが、それでいいんです。未熟なうちに死んでしまうよりは絶対いいです。まあそのことがあって、戦国時代、あの応仁の乱ですね、応仁の乱なんか大したことないという人たちが増えてきましたけれども、僕は困ってますが、そんなことない、本当に戦乱が150年続くわけですから、若い人たちが死に、あるいは略奪があり、女たちだって、ひどい目に遭うと、そういう世界がある中で、まあ、その中から、しかし国が、一瞬秀吉が面倒を見てくれそうになりましたが、近世社会というのはそういうのもやめてしまって、みんなが自分たちで勝手にやりなさいという世界になっちゃったわけですね。その中で僕たちはもちろん、幕府はものすごい、旗本八万騎ですから、ね、力を持ってますので簡単に歯向かえませんけれども、だけどもどうしたらいいのかな、天皇はどうしてるかな、じゃあ僕たちが代わりにお墓参りしてあげよう、というわけで伊勢神宮に詣でてみたり、自分たちで祇園祭りやったり、そういうことをやってるわけですね。やっぱりそれは偉い人は長生きできるかもしれない、だけども貧しい人たちはやっぱり若くして死にます。親の借金の肩代わりに子供が、娼婦になるというのは道徳的に、親孝行という、世界でした、江戸時代というのはね、しかし娼婦になると大体平均寿命は30歳、すぐ死にます、性病にかかったりいろんな病気にかかって死にます。子供だって下ろさなきゃいけない、できちゃったら子供を下ろさなきゃいけない、どうやって下ろすかね、早朝にめちゃくちゃ冷たい川の中で、腰をつからせて、まあ、血が出てくるまでずっとこう使ってるわけですね。それで堕退するわけです。全然いい時代じゃない。そういう犠牲のもとに、成り立っているわけです。まあそういう世界の一部だけを見て性的に自由だねと言ってたのが、僕の上の世代だと思いますけれども、本当に馬鹿げてると思います。まあ、ジェンダーバイアスというのか何というのか、そんなわけないんですよね。そんないい時代なわけないんです。絶対現代がいいですよね。いいよ今はね、全然いい。だけどもちょっと油断すると、悪くなりますから、やっぱり未来を見てね生きていかないといけないんですが、本来なら万人から祝福されて創栄の連鎖に組み込まれるべき、本質からして美しい全ての若者のうちの幾人かが時代や社会の都合により、あるいは自然の気まぐれにより連鎖から弾かれて成熟を迎えることなく死んで魂の行き場所を失ってしまいます。そんな哀れな若者に対してですね、この世の内部に、場を与えちゃう、現世の、うつしおの神にしようとするのは誰なのか。それはこの世に残されたものの過剰な同情ですね。ちゃんと成仏させてあげられないわけです。ここもちょっともう一回発想の転換してほしいんですけれども、気の毒だと思う、だからここに残っちゃうわけです。そうしてずっと石を積み続けるわけですね。あるいは五穀の神にされちゃってずっと守り続けなきゃいけないわけです。おー、雷ですね。まさに神が鳴るんですね。御神木とか言って、あの木にしめ縄ねかけてますけど、本当は折口、柳田説だと木が神なんですけれども、折口にとっては木は依代に過ぎない、だから雷が落ちる場所です。まさに神が落ちてくる場所として、木が重要なのであってという、折口と柳田はいろいろ違うところがありますので考えてみると面白いんですが、折口にとってはね、あくまで、神は雷の方であって、雷の方であって、ね、ね、上賀茂神社は和気雷鎮の、神といいますけれども、まあ雷鎮なんですね。雷鎮が落ちたところは豊穣になるというふうに言われてますが、子供の象徴でもあります。
ですのでね、子供ができる、というようなイメージ、日本人にとっての子供ができるというイメージは、まあ、なんとなく雷のイメージですね。だから、小さこべのすがるが雄略天皇の寝屋を覗いてしまったとき、夫婦の、世界を夜の世界を覗いてしまったときに、天皇から言われるのは雷代わりに取ってこいって言われるというね、そういう説話がありますけれども、まあ、まさにそれは子供、をイメージしているというふうに思ったらいいんですが、まあまあそれはそれでいいんですが、実は僕たちの道場です。つまり折口は何を言おうとしているのか。その道場が深ければ深いほど折口の晴海に対する愛がそうであるように、霊魂は成仏できずにこの世に場を得て、例えば山に厳然し、哀れな霊魂は厳しい修練を課され、あるいは恐ろしいたたり神にされ、さもなければいつまでも五穀の重責を背負わされることになる。哀れな未精霊、未精霊は生物学的には死んでいても聖者の道場によって社会的な死の能力を欠いているわけです。死ねないわけです。特攻隊で死んだ人の、遺書が、ありますので、手紙がありますのでそれを読んでおきましょう。上原良二君、沖縄で戦死してます。22歳ですね。空の特攻隊のパイロットは1機械に過ぎぬと一友人が言ったことは確かです。操縦桿を、取る機械、人格もなく感情もなく、もちろん理性もなく、ただ敵の航空母艦に向かって吸い付く磁石の中の鉄の一分子に過ぎぬのです。飛行機に乗れば機械に過ぎぬのですけれど、一旦降りればやはり人間ですから、そこには感情もあり熱情も動きます。愛する恋人に死なれた時、自分も一緒に精神的に死んでおりました。天国に待ちある人、天国において彼女と会えると思うと、死は天国に行く途中でしかありませんから、何でもありません。明日は出撃です。会議にあたり、もちろん発表すべきことではありませんでしたが、偽らぬ心境は、以上述べたごとくです。何も傾倒立てず思った、ままを雑然と述べたことを許してください。明日は自由主義者が一人この世から去っていきます。こうやって死んでいくわけですね。シャバよりの最後の訪れを書こうとしてペンを取ったが、千万元胸にあふれて言葉を知らない。君の手紙や電報は4日、カシーに帰ってから見た。28日の夜、カシー駅の夕闇を透かして私を探した君の姿を思い浮かべて誠にすまないと思う。これは男同士ですけどね。君は目の浜や新宮の浜のような美しい砂浜にどこまでも続いている足跡を見たことがあるだろう。トーソンか誰かの詩にそんな光景を歌ったのがあったように思う。私はそこに混じり合った数畳の足跡が我々であったように思う。どこに始まってどこに終わるかもしれない。どこに交わってどこに分かれるかもしれない。そこはかとなく悲しいものは浜辺の足跡である。波に消される跡であっても、足跡の主の力強い一足一足が覗かれる。盛り上がった砂跡に立ち去った人のたくましい歩みを知るとき、私は力づけられる。誠に我々は過去を知らず、未来を知らない。しかし現在に厳然と立つとき、足にこもる力を知る。まあ、こうして彼は一線を踏み越えて死んでいくわけですけれども、この哀れな、若者たちなんですが、折口は死なせてやりたいと。社会的にも死なせてやりたいと、海の遠くに行かせてやりたいと、不思議ですね。本当に好きだったら死んでもずっとそばにいると、思えた方がいいような気がするんですが、折口は違うんですね。ちゃんと死なせてあげないと、一人にしてあげないと、そういうふうに思っているわけです。あまりに哀れな最前線の死です。それは名ある者のみ許された存在のかけがえのなさという全近代的固定観念を動揺させます。数ならぬに不死であるはずの民衆が死の能力を獲得する。それが、僕たちにとって、つまり庶民にとっての、大東亜戦争だったというふうに思います。だから国家が政治がまあいろいろ何かやったということを歴史学者が言うのは好きですけれども、そこじゃない。大事なことは勝敗じゃない。そうではなくて、何に対して戦っていたのかはよくわからないけれども、とにかく、彼らは、心の中に何がしかの不満を覚えながら、それでも戦って死んだわけですね。かけがえのない個体がたくさん失われたわけですが、その、ね、国じゃないんだな、民衆でもない、若者です。一人一人です。まあ、その一人一人というものを実現していく、そのプロセスが大東亜戦争だったんだろうというふうに思います。つまり少しの勇気と、そしてまあ何ていうか、ね、
ぽいと、そういうものがあって僕たちは、互いにかけがえのなさを知りながら、生きているわけで、まあその意味で戦後っていうのはね本当に民主化したんですね。まだまだ国のために死ぬ、家族のために死ぬということが、子供たちにとってね当たり前の社会というのがまだまだ残存していたということです。近世社会というのはものすごい家のねバイアスの強い社会で、それが明治維新になったら簡単に上の方がひっくり返ったとしても、民間で本当に簡単に買った、ひっくり返るということはなかなか難しいですね。やっぱり何百年も王権時代続けているわけですから、その中で当たり前のように、子供たちが、次男坊三男坊がですね、家のため国のために、死んでいったわけですね。しかし何か違うんだと、間違っているかと、そのことにようやくにして本当にたくさんの人が死んで気づけたわけですね。応仁の乱の時に、誰もが平等に、成仏できますようにと、いう碑文があって、それが、あそこにあります、ね、般若寺にあります。あれを見て、面白いと思ったんですね。下克上ですね、ある意味で言うと死者の世界は平等だという、下克上が起こっているわけですが、そのために一体どれぐらいの若い人が死ななきゃいけなかったんだろうと、いうふうに思うわけですが、実際死んだんだと思います。だからいや人間死ねば平等だと、何の違いもないと、そういうことに気づけるわけですね。やっぱり同じことが、大東亜戦争でもあったというふうに考えていいと思います。おそらく若い人がたくさん死んで、偉い人たちだけは生き残って、しかし何が違うのかと、心の底から思えたと、いうのがやっぱり大東亜戦争だっただろうと、いうふうに思うわけですね。だから決して犬死にじゃない。しかしそれは何か、憧れのに美しい言葉で飾って憧れの中で、死んでいたというよりも、むしろ折口が言うような、ね、クソ手繰り流れて宇治ハエのたかり村立つ、こういう死だったと思います。腐っていくわけです。肉体ってねそういうもんなんですね。腐りながら、異臭を放ちながら、消えていくわけです。かつてあの応仁の乱の時にですね3代にわたって天皇が腐っていった、ということがありますが、本当に匂ってたと思いますが、神だった、存在者であっても死んでいく、腐っていく、それを、白日のもとにさらしたのが応仁の乱だとすると、まあ下克上になってもおかしなことではないし、そして近代戦後の民主主義もまた、こういった、たくさんの醜いしかし尊い死によって、生み出されたものだと、そういうふうに思わないといけません。まあ人間忘れてしまいますから、応仁の乱のことだって、忘れてますが、ね、太平洋戦争のことだってもう忘れそうになってますので、つい最近あったんですけど歴史家からするとね、もう忘れてますね。ですのでまあなんか、ね、軍隊で守れみたいな話になってますけれども、まあ軍隊で守ってくれるのはいいんですけれども、ね、操縦桿を握るパイロットがいるわけですね、大抵若者です。まあですので簡単な話じゃないわけで、まあそこまで思いが至るかどうか、というのが、やっぱり歴史家としては、ちょっと心配するところです。まあですのでまあね、なかなか、ね、難しいね世の中ね。どんだけ歴史家が頑張っても、ね、歴史家も歴史家で何か分かってないような批判もしてるような気がするしね、俺だけが分かってるみたいな言い方しますが、でも分かってるんですね。なかなか本当にいい歴史学者がいない、少なくとも近現代史はね、僕が語りたいと思える人がなかなかいなくてね、若い時は本当に苦労して、まあギリ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 って言ったら失礼かな、いや本当に貴重な人だったんですが、前までね、去年まで副学長やってた小塚先生っていうのが、まあ、僕がお 話を聞いてみたいなと思う、ほとんど一人の、まあ、師匠を除くとね、師匠の小林先生を除くと、まあ、本当に一人ぐらいだったかなと思います。まあ、その縁があって僕はここにいるわけですが、まあ、なかなかね、本当の本気でこう歴史考えてる人っていうのはね、なかなか出会えなくて、
いつも一人で喋ってる感じになるんですね。ねえ、まあだけどいいでしょう。まあ、ちょっと話がまとめきれてるのか切れてないのか。まあだけど、大体、これは存在の歴史学という本で書いたことですが、まあ大体、この14回でまあ語り終えたかなというふうに思います。応仁の乱に始まって、若者が死ぬ時代から、そしてその死を隠蔽する時代を経て、少しずつ、僕たち自身が死の能力をもう一度獲得していく、まあそういう時代ですね。鬼の乱から、大東亜戦争までを見たという、ことになります。まあ、僕なりに、語ってみました。例えば教科書の中では井原西鶴とか、まあ、文化史は文化史で、あるいは政治は政治史でというふうに学んでいたと思いますが、全てがやっぱり関係しています。なぜ井原西鶴が、公職一代男を書かねばならなかったか、なぜ本居宣長が源氏物語と古事記を論じただけで革命の書になってしまうのか、そしてどうやって純文学が生まれ、そして大陸の鬼が生まれ、そしてそれらの延長上に大東亜戦争があったのかということを語ってきたというふうに思います。まあ内藤コナンの言葉を借りれば、応仁の乱ぐらいから、日本史を論じるのが、まあ近代的には、いいかなと、いうふうに言っていた。まあそのことを、まあ、本当に信じて、というか、まあ、直感的にいけるんじゃないかと思ってやってみたという感じの授業でした。今日のところはこれで終わっておきましょう。次回、ですが、テストです。テストはもう歴史とは何かですね、皆さんにとってということで全然構いませんので、何書いてもよし、まあ、できる限り 99% ここに来て書く、よほどの理由がない限りは、ここに来て15回目の、テストをすれば、してください。まあマスクをして喋れなければ 誰にも移すということはありえませんので、まあ、本当に自分の病気だなという自覚があればテストですけれども、基本的には、来てテストを受けるということです。まあ大体この